ボルフラム・ジーバスは、ナチス・ドイツの考古学や、オカルトなどの研究機関、アーネン・エルベの事務長を務めた人物。親衛隊隊員でもあり、最終階級は、親衛隊大佐。戦時中、デタラメな人種研究のために、ユダヤ人を人体実験に使ったため、戦後、連合軍により逮捕されて処刑された。ヒルデスハイム出身。父は、プロテスタント教会の音楽家だった。 彼も音楽の才能があり、チェンバロピアのオルガンが得意だったという、ドイツのバロック音楽を愛したという、学生の頃から反ユダヤ主義団体、ドイツ民族防衛同盟に参加し、過激な活動により学校から追放されている。その後、セールスマンとして働く傍らシュトットガルトの専門大学に通い、歴史、哲学、宗教を学んだ。その後、 芸術者連盟で大地へ帰れ運動などに参加した。1929年に国家社会主義ドイツ労働者等に入党。1933年には新英隊全国指導者ハインリヒヒムラーがエクステルンシュタイネの研究のために設立したエクステルンシュタイネ財団を任された。1935年に新英隊に入隊。同年、 アーネン・エルベの事務長に就任した。アーネン・エルベの総裁は別にいたが、アーネン・エルベの実務は完全に彼が取り仕切っていた。1943年に軍事科学研究会の監督官となった。彼はこれらの地位に基づきナチスの様々なデタラメな人体実験に深く携わっていた。その一つに、ストラスブール・ライヒ大学のアウグスト・ヒルトの 人種研究のために人骨を集めることへの助力がある。彼は人骨を集めるためだけに112人のユダヤ人囚人を選び出して殺害している。ドイツの敗戦後、連合軍により逮捕され、ニュルンベルク継続裁判の医者裁判の被告人の一人となった。犯罪的な人体実験に積極的に関わっていたことが暴かれ、1947年8月20日に、 死刑判決を受け、1948年6月2日に、バイエルン州のランツベルク刑務所において、公主刑に処された。ありがとうございます。